愛けこの手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みのためがあるのです。未来の自分に果てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。しかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている、今を生きている。吐いてありがとう、ことがあるのです。自分は何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど、明日の岸辺と夢の船を進め、今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は、自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど、苦くて甘い今を生きている。人生の全てに意味があるから、ああ恐れずにあなたの夢を育てて、しまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。ああ負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は、自分の声を信じ歩けばいいの。いつの時代も悲しみを避けては通れないけれど、笑顔を見せて今を生きてゆこう、今を生きてゆこう。拝啓この手紙読んでいるあなたが、幸せなことを願います。